不思議がいっぱい、遊びがいっぱい、体験がいっぱい。前橋市児童文化センターは令和元年に50周年を迎えました。今回の前橋元気インフォメーションは児童文化センターの歴史と最新の情報をお伝えします。前橋市児童文化センターは学びと遊びの活動交流拠点として子どもたちの夢を育て可能性を広げる総合文化施設です。昭和44年のオープン当時から交通公園の愛称で親しまれてきました。小学4年6年生を対象に自転車教室、天文教室などを行い、市内の小学生にはおなじみの施設です。オープン当時からこのセンターはどのように親しまれてきましたか？ここは昭和44年に開館をしたんですけども、その当時は高度成長期のちょうど終わりの頃で、交通事故が非常に多くてみんなが心配をしてたんですよね。子どもたちにぜひ自転車の教室を開いて、子どもたちの安全を確保しようというので、ここに交通公園を一つ、それに、ただ交通の勉強するだけじゃなくて、豊かないろんな文化も一緒に子どもたちに提供しようよと。でプラネタリウムを作り、科学館のようなものをたくさん作り、交通安全と同時にさまざまな文化と活動を提供しようというのが一番最初の意図でしたね。はい。平成22年には施設の老朽化のため惜しまれながらも一時閉館、新館の建設が始まります。施設を建てる時も自然エネルギーを使った電力とか、メダカを生育する田んぼであるとか、子どもたちが環境のことを考えられるような、そんな施設にしました。コンセプトは変わらないと思うんですけれども、やはり活動の場が広がって、自由に活用できるようになってきた。これは大人の人たちも子どもにこういう仕掛けをしたいっていうのがうんとやりやすくなったんじゃないかなっていうふうに思います。平成24年、旧センターの2倍の広さ、新型のプラネタリウムや環境設備を備えた新児童文化センターがオープンしました。そして令和元年、前橋市児童文化センターは50周年を迎えました。開館当時は小学生だった利用者は50年経った今、還暦を迎える方もいらっしゃいます。3世代にわたって利用しているご家族がいます。話を聞いてみたいと思います。ここにはね、遊ぶところが自由ですよね。しかも交通ルールを勉強できたりとか、から車に心配がなかったですね。とてもいいところでしたね。自分が小さい頃使って育ってきて、子供にも、子供と一緒に連れてきて、その一緒に育っていけるような場所ではないのかなと思います。みんなここ利用してみて楽しい？はーい。おー、よく飛ぶ。グランドオープンから年間45万人がこの児童文化センターを利用しているそうです。それではセンターの魅力を覗いてみましょう。まず最初に紹介するのはセンターの入り口正面に設置された日時計です。50周年記念事業、時の広場です。ここに日時計のメモリがありますけども、この棒の影がここに落ちてますよね。はい。で、読めますか？これ真ん中あたり25分、26分、27分ぐらいですかね。なんかまだ12時前ですよね。はい、はい、実はですね、群馬県って兵庫県の明石よりもちょっと 東にあるんですね。まず時差が一つあります。であともう一つは、地球が太陽の周りを回っている動きにも原因があって、今日だとですね、この4度あたりから31分ぐらい引き算すると今の時刻が出ると思います。そうするとここから、31分引き算すると
11時55分か56分ぐらいだと思います。どうですか？確かに時計を見ると11時55分ぴったりですね、はい、ということなんですね。日時計を読むときにはそういう、ちょっと修正が、ね、必要なんですね、はい、児童文化センターには遊びながら体験できる施設がいっぱいあります。番組の中で人気アトラクションベスト3を紹介していきます。まずはじめに第3位は冒険の木。なんかボランティアの人が子供のために作ってくれたなんかすごい面白いアトラクション。ボランティアの考案で実現したアトラクション冒険の木。樹齢70年の欅の木を登りデッキで見晴らしを楽しむことができます。こちらも50周年記念事業でデッキが増設されました。冒険の木好きな人？はい。作った人 の思いが心の中に浮かんでそうしながら遊ぶと楽しいです。登るときとか降りるときとかにスリルがあっていいと思いました。児童文化センターには環境に優しい設備もあります。建物全体が自然エネルギーを使った教材になっているんです。屋上の日様広場には90枚の太陽光発電パネルがあって1時間に10キロワットの発電をして館内の電力を賄っています。他にも水車を使った水力発電もあります。また雨水を利用して前橋メダカなどを飼育しています。児童文化センターでは環境教育に力を入れているそうですね、はい、どういった取り組みされてますか？はい、5年生を対象とした環境教室を実施しております。で、内容としては水の汚れ、空気の汚れ、それからメダカの住みやすい環境などの調査のプログラムがあります。実は今野生のメダカが絶滅危惧種に指定されその数が大変少なくなっています。そこで児童文化センターではこの田んぼを利用して前橋で発見された前橋メダカを、保護しそして増やしています。子どもたちに環境の大切さそれから、環境を守っていきたいという気持ちを養っていきたいと考えております。前橋メダカのいる田んぼの周りには50周年記念事業としてメダカロードが完成しました。今までぬかるみで足が汚れていましたがインターロッキングのロードでゆっくり観察できます。児童文化センターは環境都市宣言を行っている前橋市ならではの施設取り組みなんですね。それでは人気アトラクション第2位を発表しましょう。第2位はゴーカート。すごい行列、大人気なんですね。めっちゃ手がブルブルしました。1周700メートルのコースをエンジン付きゴーカートで車の運転体験ができるアトラクション。センター開館当時からある人気のアトラクションです。だから楽しいから。まあ楽しかったです。楽しかった。じゃあ一番好きなアトラクション何？ゴーカート。児童文化センターでは昔ながらの遊びも体験できます。こうした体験は地域のボランティアの方たちによって運営されています。昔遊びっていうのが結構あったと思うんですね。で、竹とんぼ作りですとかそれから、風車作りそれからバルーンアートとか、まあ、いろんなことがあるんですけど私たちボランティアがそういったものを自主的にやらせていただいてます。私たちみたいなボランティアとそれから親御さんたちと子どもたちがどういうふうに触れ合うかっていうことが大切なことじゃないかなというふうに考えています。だから子どもたちがそういうふうな人たちに触れ合ってその中でいろんなことを学んだり体験したりすることができるっていうところがいいところかなというふうに思いますね。発信はいくつある？
それでは皆さんお待ちかねの人気アトラクション第1位を発表します。第1位はプラネタリウム。たくさんの人が並んでますね。 6.5 等星までの星を忠実に表現した光学式とデジタル投影のハイブリッド型プラネタリウムです。宇宙についてね、いろんなことが分かってるのでこちらご覧いただきましょう。はい、これ隣の銀河、アンドロメダ銀河ですね。すごい。プラネタリウムのおすすめは何ですか？はい、職員の手作りによる2種類の番組と星座の職員による生解説です。星座のお話シリーズはギリシャ神話をもとに作っております。天文学シリーズはとてもお勉強になる、天文に詳しくなれる、そんな番組を作っています。生解説はどういった内容になっていますか？はい、それぞれの季節に応じて星座の名前、また明るい星の名前、さらにはさまざまな天文現象について職員が生で詳しく分かりやすく解説させていただいております。星座のことが分かってよかった。どんな星座見れた？オリオン座。楽しかった。いろんな遊具とか、あとは職員さんも優しくしてくださるので、はい、いろいろあって楽しめるところがいいと思います。信号とかがあるんで交通のマナーとかも学びますし、まあ、遊具も多いので飽きずに長い時間遊んでられるところがいいところだと思います。広いですし、ですごい楽しい。やっぱり子どもがずっと笑ってるんですごく楽しいですね。何が面白かったの？ゴーカード。児童文化センターの役割について教えてください。交流拠点というふうに僕らは言ってますけども、いろんな人たちが交流をしながら、大人も子どもも、大人同士、子ども同士、子どもと大人というふうにして、いろんな活動をして、そんな活動をずっと続けていければ嬉しいなと思ってますね。子どもたちは自分の力で多少危ない思いを多少はしても、子どもたちが自分の力で遊びを作り出して、文化を生み出して、友達と交流をしたり、いろんな人間関係を作り出して、でそんな子どもたちの活動のお手伝いをぜひ中心にやりたいというふうに思ってますね。はい、今回の前橋元気インフォメーションは50周年を迎えた前橋市児童文化センターを紹介してきました。皆さんも家族で訪れてみてはいかがでしょうか。